どういう気持ちだ今。準備不足っていうことに尽きるのかなと。どうしようもねえわこいつは。内容はともかく、ゲームで、結果として第一戦すいませんでしただろ。分かるやもう。照れ隠しなんでヘラヘラしてんだよ。これ逃したらもう何にもねえんだよ俺ら。計画でいくと終わりだぞ。ちょっとこのチャンス、この場を与えてくれたスタッフとかお前演者とかみんなによ、なんとか悪いって気持ちねえのか。いけない部分があるんで。どうしていいか分かんないのか。さっきから俺もどうしていいか分かんねえんだよ。できなかったっていうのは今こういう状況になって2人で喋らされてどうしていいか分かんねえ。ここにいる全員どうしていいか分かんねえんだよ。ところでもう少し当たり前じゃねえからな。当たり前じゃねえからな。この状況いつか誰かが、いつかめっちゃイケが番組にしてくれて俺普通に戻れる、そんなことねえからな。世間から何も受け入れられてねえ人間がな、テレビなんか出れねえんだよ。どっちが先に動くんだよ。お前アクション起こさないと誰も動けねえだろ。寒いっす、寒いっす。気温2度の、新潟にやってまいりました。かなり寒いです。さっきまで雪だらけやったがもうすぐにこうなるってすごいな。ビッグスワンでサポーターらが除雪作業を行いました。ここに出てくることにリスクしかねえからな。お前のこと好きだ好きだって擁護することは世間でこの仕事やる中でリスクしかねえからな。それなのに出てきてくれてんだぞ。試合の日はですね、いつもここはいろんなお店が出て盛り上がってるところなんですけども、先ほどまで一面雪だったんですが、皆さんの力でかなりこう地面も見えてきました。さすがですね。選手は多分あんまり知らないでしょ、こうサポーターの皆さんがこうやってやってくれてるっていうのは。いや、選手みんな知ってるんですよね。サポーターが雪かきをしてくれてるっていうのは知ってるんですけど、はい、やっぱ実際ねこの光景をね、はい、見ることなかなかなかったんで。僕も今回こうやって見させてもらって、本当にたくさんの人の、ね、力があって、はい、今までこう僕らはね、選手は普通にプレーできてたんだなって改めてね、うん、感じることができたんでね、まあ、今年は本当に雪多いですけど、選手のために僕も頑張らないとなと思って。こうやっていろんな人がチームを支えるって、これがなんかアルビレックス新潟ですね。そうですね。ねえ、まあ、新潟らしさというかね、うん、こう新潟県の人の温かさっていうのはね、うん、こういうところにも表れると思うんで。デンカビッグスワンスタジアムに集まったのはサポーターやチームスタッフらおよそ550人です。ピッチにはまだ50センチ以上の積雪があり、ホーム開幕戦が2週間後に迫っているため、今回初めてボランティアによる除雪作業が行われました。サポーターはスコップやスノーダンプを持参、固く締まった雪を崩しながらチームのために汗を流していました。微力ですけど、こういうことでチームの力になって J1 復活に少しでも携わりたいなと思って。まあ我々がピッチをコンディションを整えておくんで、選手の皆さんはまあサッカーの方のコンディションを整えていただけたらと思いますけど。一人一人の気持ちになって考えたことあるのか。まあ8時間9時間あいつは俺のことどう思ってんだろう。考えたことあるのか。しんどかったらしんどいっつっていいんだよ。仲間だろ、仲間だからみんなこうやって助けてくれてんだろ。1秒1秒ワンプレーワンプレー大事に俺たちも声援を送りたいなと思ってます。印象に残るプレーですか。でもないですね。ないです。 PK もねしょうがないかなとは思うんですけど、やっぱりぜひ点を取って勝ってもらいたいです。必要だよね。0-0 では勝てないからね。まあ、まずシュート少ないっていうのと、まあ、まず結果ですよね。結果がまあ負けっていう結果なんで、本当は上がる1円で戻るために連敗してる暇ないんで。すみません、そろそろ疲れたんで勝ってくださいって。いや、ポジティブなことしか言わないようにしてんだけど無理。全体的になんか動きがなくて、一人一人でプロとして一役持ってやってほしいなと思いました。2つで止めればまだいけると思うんで、まあ、3つ4つにならないようにしてもらえればいいかなと思います。
まあ、1年後最終戦で笑顔で終われるようにしたいです。今年は J2 に行っちゃったけど、また上がってきてもらえるように頑張ってもらいたいと思う。 J1 に上がれるように頑張って応援したいです。駆けつけたサポーターからはブーイングが起きました。しんどいわ、でも誤解なんだ。でも何でもいいから一言欲しかったってよ。そしたらちょっとでも力になれるかもしれないって、そうずっと思ってくれてたんですよ。言い訳も聞かせてもらえないぐらい僕たち頼りなかったですかね。勝つ試合を見に行きたいと思いまして、兵庫県の西宮から来ました。まあ、序盤の大事な試合なんで、まあ、選手分かってると思うんで、一人一人の気持ちになって考えたことあるのか。いい試合見せてほしいです。相手調子がいいんで、あいつは俺のことどう思ってんだろう。考えたことあるのか。すぐゴール決めて楽勝で勝った。何点ぐらい。しんどかったらしんどいっつっていいんだよ。仲間なら仲間だからみんなこうやって助けてくれてんだろ。何でもいいから一言欲しかったってよ。そしたらちょっとでも力になれるかもしれないって、そうずっと思ってくれてたんですよ。言い訳も聞かせてもらえないぐらい僕たち頼りなかったですかね。鈴木監督ってどんな人？アルビレックス新潟 J1 に上がることができるのか。ヨマさん、今年のアルビはどうなる？新しいアルビの夜明けぜよ。はい、当然その1年でっていう、これはもう選手とも目標を明確にしてますんで、はい、僕自身がしっかり選手の把握をすること、その中で選手たちはやっぱりチーム戦術を理解すること、こういうことが一番のポイントになるかなと思います。はい、現実的に J3 に降格しないための戦いに切り替えるんですか？あるんですか？いや、考えてません。私自身どうしようもねえわこいつは。はい、誰も諦めてる選手はいないですし、可能性は十分あると思うので、全くこう不安というか、なんかやばいかもみたいなことを思ってる選手は一人もいないですし、昇格できると信じてみんなやってますし、そこは心配してもらわなくて大丈夫かなっていうふうな。はい、私自身がぶれないことです。結果が出ない、また違うことを考える、じゃあダメ。やっぱりそこに信念を持ってやり続けることを僕は大事だと思ってます。多くのサポーターの皆さんが、このグラウンドに足を運んでいただいて選手に応援していただければ、また目標達成に本当に近づくのかなと僕は思ってますんで、よろしくお願いしたいと。鈴木正和と申します。今シーズンからアルビの監督ということで就任するわけですけれど、元ジュビロ磐田の監督で J1 優勝も経験している鈴木正和新監督です。日本代表のユース世代や日本体育大学でもチームを指揮し、若手選手の育成経験も豊富です。初めて指揮を取る新潟の印象については、4万人というサポーターの下ですごいなっていうのはまず印象です。で、あとやっぱり食い物は美味しいですね。はい、一方でアルビは昨シーズンからの主力の放出が止まっていません。キャプテンだった大野は湘南へ、副キャプテンの小泉と山崎は柏、地元出身の酒井兄弟や小塚など19人の選手がチームを離れます。
当然昨年のレギュラークラスの選手がいなくなるっていうのはもうこれはこの世界当たり前の世界、今いる現状選手をどう先ほど言ったように、日々レベルアップをさせながらも、特徴をどう組み合わせてどう戦ってどういうサッカーをやるかっていう部分も含めたところで考えていければなと。その中でまずテコ入れを考えているのが非常に守備の部分の考え方っていうのを改善する必要があるかなと。アルビは昨シーズンリーグワーストとなる60失点、一試合で複数失点を喫し負ける試合も目立ちました。仕掛けてボールを奪うっていうところの部分っていうのが非常に欠けてる。仕掛けてボールを奪う、こういうことがたくさんゲームの中でできるようになれば理想のサッカーに近づくかな。また J1 から J2 へ戦う舞台が変わったことで相手の分析が必要だと話します。まあベースは蹴って蹴るチームが多いかなと。相手を分析、相手を知ってやっぱ蹴ってくるチームにはじゃあどう予測を持たなきゃいけないか、そういうものを考えた中でサッカーをしていくことが僕は大事かなと。アルビアイ、アルビレックスアイを持たなきゃいけないし、選手もスタッフもみんなで、その中でやっぱりいい仕事をできたらなと。来シーズンアルビレックス新潟は J2 で戦うことになります。 J1 から降格が決まり15年ぶりに J2 へ、多くの選手がチームを去りました。しかし1年での J1 復帰は至上命題です。チームを浮上させるために監督に就任したのが鈴木監督です。1年での J1 復帰、そのためにクリエイティブでアグレッシブな攻撃サッカー、開幕で皆さん方に見ていて楽しい、なおかつ組織力を持った強いアルビレックス新潟のチーム作りをしていきたいと思います。溢れる涙を止めることができなかったあの日、突きつけられたのは J2 降格という現実。それでもサポーターは、声を枯らし声援を送り続けました。1年で絶対戻ってきたいと思います。信じて、まあ、応援続けたいと思います。来年にかけます。信じたのはアルビの未来。一部から二部落ちたっていうところで非常に難しいチーム構成の中で、まあ、昨年、レギュラークラスが8名約8名で、今シーズン今皆さん方の前にいる選手たち、ほとんどの選手は私自身もよく、見て、どういうプレイヤーかっていうのはある程度、知った中で非常に、戦力として期待が持てると思ってます。で、ぜひ、今からトレーニング始まるわけなんですけれど、その中でできるだけ、チームとして、ベストな布陣を考えて いければなと。で本当に一人一人、今日も、午前中選手には、こういう選手になろうって、こういうサッカーやろうという話はしました。その中でやはりピッチの中で表現がどこまでできるかっていうのも本当に期待が持てる、メンバーが揃ったのかなっていうことで思っております。以上です。鈴木監督、の教え子だったわけですが、鈴木監督のサッカーとはどんなサッカーでしょうか。そうですね、まあクリエイティブプラススペシャリストのっていうのを目標にやっていて、まあ試合中に監督からどうこうっていうより、まあ試合中は自分たちでやるっていうのが多分まさかさんのサッカーだと思います。はい。どうしようもねえわこいつは。試合中に監督からどうこうっていうより、まあ試合中は自分たちでやるっていうのが多分まさかさんのサッカーだと思います。準備不足、準備不足、準備不足。どうしようもねえわこいつは。すみません、そろそろ疲れたんで買ってください。